の頃、私はまだ知らなかった恋がどんなものなのか。先生、好きになってもいい？響、伊藤のこと好き。響、伊藤いなくなっちゃう。振り向いてもらえなくても好きでいたい。そのまっすぐさが相手を傷つけることにも気づけない。伊藤先生、待って、住田と守ってるのか。いけない人だったんだよ、最初から。世の中に好きになっちゃいけない人なんていないよ、先生。